率先してやる人いるんだ。まずい、ご飯粒つけて直せ。おばあちゃんの知恵袋的発想。お前らか、俺んちの窓ガラス割ったの。いや別のマルコ来たぞ。いや違います。あ、そうか。いやどう見てもお前らだろ。違うと思う人。はい、そうだと思う人。はい。厳正な民主主義の結果、ガラスを割ったのはあなたということになりました。いやふざけんなよ。まずい、刀持ってるぞ。デラックス日輪刀。本当は窓ガラスを割ったのは僕です。賛成。いや全然反省してない。でも9割方こいつが割りました。突然の裏切り。それより君たち怪我はないかい？あ、はい、ありませんけど。ああ、それならよかった。こっちは心配ないから、もうこんなことするんじゃないよ。なんだ、すごい優しい人でよかった。じゃあ小指詰めてもらえる？あ、全然優しくなかった。小指を詰めれば刀の束を持つ力が半減するからね。ヤクザとしての大事なものを相手に差し出すほどの深い反省を意味しているんだよ。